2022シーズンの ACL ファイナルは浦和レッズがサウジアラビアのアルヒラルを合計スコア2対1で破り優勝を果たしました。浦和レッズとしては2017年、 J リーグとしては2018年以来の優勝となっています。話題になっているのは拮抗した試合内容よりもチケット完売で盛り上がった埼玉スタジアムで行われた第2戦にてサポーターが作り出した会場の雰囲気でした。今回は海外メディアもびっくり、熱すぎる浦和サポが作り出した ACL について紹介します。今回の ACL 優勝で3回目の優勝と J リーグ勢最多の記録を樹立した浦和レッズですが、リーグ成績としては近年低迷していたと言っていいでしょう。2021年の天皇杯で優勝したことで ACL2022 の出場権を獲得しましたが、リーグ戦は6位、去年は ACL 決勝進出を果たしながらもリーグ戦は9位でリカルド監督は退任。昨シーズンまで浦和を指揮していたリカルド氏もこの試合は埼玉スタジアムのスタンドで観戦。おめでとう。今日私はただのファンでしたが、ここまであなたたちを連れてこられた旅を誇りに思っていると浦和レッズの選手たちへ賛美を送っています。リカルド氏も優勝の大きな功労者ですね。また J リーグで指揮を取ってほしいですね。アジア圏では3番目のリーグの強さを誇っている日本ですが、 ACL での戦いは簡単なものではありません。今回の対戦相手であるアルヒラルは ACL 歴代優勝回数4回を誇るサウジアラビアの強豪であり、昨シーズンの ACL 覇者、今年2月に行われたクラブワールドカップでは南米王者フラメンゴを破り、決勝でレアルマドリードに接戦の末5対3で敗れています。そんなアルヒラルにはワールドカップでアルゼンチン撃破の立役者となったサウジアラビア代表が12人おり、さらにそこに外国人の助っ人選手たちが加わっています。ちなみにアルゼンチンメディアによれば、アルヒラルはメッシの獲得に向けて年俸6億ドルを超えるオファーを出したと報じられるほど桁違いの資金力を持っています。対する浦和レッズは日本代表は0人、スタメンの岩尾、小泉、秋元はつい数年前まで J2 でプレーしていた苦労人です。トッププレイヤーの多くが欧州でプレーするため J リーグに日本代表は少なく、サウジアラビア代表に外国人助っ人が加わったようなアルヒラルとは対照的でした。そのため対戦前からアルヒラルが有利との前評判でしたが、今回浦和レッズが優勝したことで日本サッカー全体のレベルが上がってきたことを証明できたのではないでしょうか。イタリアメディアのインタビューにて、現在ヴィッセル神戸に所属するイニエスタ選手は、このリーグは僕を驚かせてくれた、とても競争的だよと J リーグの魅力について言及しています。優秀な選手が欧州に移籍していくのも J リーグのレベルが上がってきた証拠と言えるでしょうし、 J2、J3 も含めて全体のレベルは底上げされてきたのではないでしょうか。今回の勝利の要因でもある浦和レッズのサポーターたちの存在が海外メディアなどから注目を集めています。浦和レッズが前評判を覆す結果を出すことができたのにはサポーターの存在があります。サウジアラビアのアリアルカッタン記者は試合前、日本記者の浦和の注目選手はという質問に対して、特にいないと回答するも、続けて、それよりもサポーターだ。メトロでここまで来たけれど浦和のファンで満員だった。第一戦でも彼らは力強くチームを後押ししていたし、このスタジアムの雰囲気に飲まれないことがアルヒラルにとって一番重要になると思うと、試合前にピッチに立つ選手たちを鼓舞する12番目の選手であるサポーターを最重要選手として警戒心を示していました。この発言からも分かるように浦和サポーターの熱は凄まじいものでした。 ACL 決勝第2戦のチケットは完売、また選手入場の際のコレオグラフィーは非常に美しいものでした。現在ポルトガルリーグでプレーするキングカズこと三浦知良選手は、所属チームで浦和レッズサポーターが話題になっていることを明かし、欧州に負けないような雰囲気を作っていることにびっくりしているし素晴らしいと言ってくれている。 J も世界に誇れる雰囲気を持ったリーグに成長したかなと、と現地でも注目を集めていた様子を紹介。またアルヒラル公式ツイッターが、埼玉在住の浦和ファンの一人という言葉とともにビデオを投稿。そこには浦和レッズのユニフォームを着た女性の姿が映っていました。これにはアルヒラルサポーターからも、浦和の選手がハットトリックなんか決めた暁には死んじゃうんじゃないの、ここまで愛されてる浦和が羨ましい、などのコメントが寄せられていました。そんな試合前から盛り上がりを見せたセカンドレグの試合でも、1点リードで迎えた試合終盤の We Are Reds コールは AFC 公式ツイッターが投稿するほど印象的なものでした。コールはゴール裏だけではなくスタジアム全体を巻き込み、過去最高ボリュームだったとの浦和サポの声が多数上がっています。2020年新型ウイルスの流行によってサッカー観戦のあり方は変化し、一部の浦和サポーターの声出しがルール違反であると批判も浴びていました。そんな浦和サポーターにとって久々の大舞台でスタジアム全体が一つになった瞬間だったのではないでしょうか。現地を訪れていたナイジェリア人の赤津久保記者は、強烈に印象に残った、
今回が日本で初めてサッカーを見る機会になったが、とても感動した。文化は世界トップレベル、サッカーの雰囲気は素晴らしく、みんながチームを愛していて一緒に戦った、本当に印象的だったよと、浦和の印象を興奮気味に語っています。そしてアジアサッカーに詳しいイギリス人ジャーナリストマイケル・チャーチ氏は、ピッチ上でもスタンドでも浦和というクラブにとってアジアでの成功がいかに重要であるかを物語るようなセレブレーションが行われていた。優勝の情熱と喜びは試合終了のホイッスルとともに響いた耳をつんざくような歓声に凝縮されていたと冷静に振り返りました。 J リーグ30周年でサポーター文化が育ってきたことは嬉しい限りですね。アルヒラルの敗戦を受けて、母国サウジアラビアのメディアは母国指揮者の鋭い指摘を掲載しています。失点はラモン・ディアス監督と選手を混乱させた。技術的な修正によりアルヒラルは浦和にとって危険なものになったが、決定力の欠如は敗北を引き起こした。ホーム戦でしっかりと得点を確保できなかったのがそもそもの失敗だったね。あれほどの熱量を持ったサポーターがいるスタジアムで通常通りに戦うのは難しいと思う。アルヒラルの能力は浦和よりもはるかに優れていたが、あのような場面で発揮するのはなかなか難しい。アルヒラルは浦和レッズよりも質の面で優れているが、違いは精神力、組織力、ミスの少なさ、セットプレーとミスの活用、そしてプロフェッショナルさと監督にあった。クラブは再評価されなければならないと、自国クラブチームのメンタル面とミスを指摘しながらも、浦和レッズの組織力、忍耐力を高く評価しています。韓国最大ポータルサイトネイバーには14本の関連ニュースが掲載され、 J リーグの名家浦和がチャンヒョンスがプレーするアルヒラルを破り3回目の ACL 優勝を果たす。全北を破った浦和、チャンヒョンスのアルヒラルも破りアジアチャンピオンに輝くと、やはりライバル意識の強い韓国は自国と絡めて大々的に報じています。これまでアジアメディアの反応を紹介してきましたが、英語のサッカーフォーラムのコメントでは、埼玉の雰囲気は信じられないものだ、日本にレッズのようなファンは他にはいない、攻撃が勝利をもたらし守備がタイトルをもたらす、日本は本当にアジアの光だ、本当におめでとう、やはりスコルジャ監督はプロフェッショナルだね、浦和レッズは今ポーランドで応援されているよ、この浦和が去年9位、 J リーグはどれだけレベルが高いんだ、180分にわたった末の浦和のふさわしい勝利だ。アルヒラルは冷静さを失って、攻撃陣は恐ろしく悪かった。今年日本で観戦すべきチームがあるとすれば、それは間違いなく浦和だろう、信じられないぐらい素晴らしいファンとスタジアムの雰囲気だと、浦和レッズを祝うコメントや J リーグのレベルの高さに驚くコメントが並んでいます。サポーターが後押しして浦和がよく耐えたという反応が多かったですね。快挙に喜ぶ浦和にはさらに大きな大会、クラブワールドカップが待っています。今年12月にサウジアラビアで開催されるクラブワールドカップと、25年に予定されている4年に一度の32チームで開催される新方式のクラブワールドカップにも参加することが決定。ACL で優勝賞金と勝ち上がりボーナスで9億円近い臨時収入を得た浦和レッズ、クラブワールドカップでは優勝賞金は約7億円、準優勝約 5.5 億円、3位約 3.5 億円、4位約3億円、5位と6位約 1.5 億円の賞金が待っています。また新方式のクラブワールドカップではイギリス紙ザ・タイムズによると、今大会に参加すると少なくとも2500万ポンドの賞金が保証され、トーナメントに勝ち進めば最大5000万ポンドの賞金になるとのこと。出場チームはここ2年の各大陸王者で、浦和レッズのほかチェルシー、レアルマドリードなどがすでに決定しています。他の J リーグチームも来年と再来年の ACL で優勝すると出場資格が得られます。 J リーグ代表として頑張ってほしいですね。ちなみにクラブワールドカップの J リーグ勢では、2017年レアルマドリードを延長戦まで追い詰めた鹿島アントラーズの2位が過去最高成績です。チーム人件費が約30億円の浦和レッズにとってチームを強化するチャンスですね。一気に J リーグでは飛び抜けた存在に成長することも可能かもしれません。いかがだったでしょうか。浦和レッズのサポーターはすごかったですね。世界のサッカー先進国に負けないサポーターの熱量だったのではないでしょうか。 J リーグの試合でもこういった場面が見れれば良いのですが、それではまた。